来週もウェザーロードちゃんの放送はお休みとなるということが決まっているので、最近ちょっとウェザーロイドちゃんちょっとお休みがちですよね。お休みがちっていうかお休みの予定になっているんですけれども、結構早い段階から流星特番が組まれているの皆さんご存知でしたか。ちょうど時間がかぶっているので、ウェザーロイドは通称の放送というのが、来週の木曜日ももうお休みが決まっているんですが、その分ね、特番は楽しみにしていただければと、ペルセウス流星群特番が予定されているんですけれども、ペルセウス座ってね、その流星数の多さから三大流星群の一つと言われているので、ちょっとね、また何もない時にメザロイドちゃんの放送を見ていただければそうということで、ちょっとね、許さないってコメント書かないでくださいウェザーロイドちゃんはですね、実はちょっと別の番組に最近お呼ばれしていまして、別の局に行ってましたよ。なのでそのお知らせツイートもぜひウェザーロイドのツイッターアカウントからチェックしてあげてください。あ、そう、ウェザーニュースライブの方はこの時間帯19時だとゆかりんかな私の同期ゆかりんが白井ゆかりキャスターがお天気もねしておりますので、そこは皆さんどっちも見ながらどちらも見ながらですよお願いしますね、はい。ゆかりんごめんじゃなくて、どっちも見てください。どっちも見てください。ダメですよ、ゆかりん見ないのはちょっとダメ、私許さないダメです、はい。欲張りだな、違うんですよ、欲張りだなじゃなくてどっちも見てほしいから、はい、なので皆さんお願いしますね、はい、そしてそんなお話してたらすごいコメントの量が増えてきたありがとうございます。ぜひ、ね、リマインダー登録してこちら19時から見ていただければと思います。よろしくお願いします。ではここからはハッシュタグ朝一リポートをご紹介していきます。会員の皆様からハッシュタグ朝一リポートいただいていますので、早速ご紹介していきましょう。まずは北海道の岩見沢市リポーター名ゆるさんさんからいただきました、なんか悪いことしたかな。おはようございます。うっすらと朝もやが立ち込めている感じがということでいただきましたでもなんかうまいですね。酸が必ず入るので、そこをしっかりと考えて選んでくださったお名前ということで、ね、なんかちょっとすみません、なんかちょっと心当たりがあまり思いつかないんですけれどすみませんはい、ね、こちらはうっすらと朝もやが立ち込めているということなんですが、今日は天気が回復し日差しが届きます。この後、ね、日差し届くので、ぜひ日差し活用して洗濯物の外干しなども行っていただければと思います。はい、許してもらえるように したいな。では続いてでは回答見ていきましょうか。答えはこちらでした。ドン。あ、出ないんですか。チンアナゴ。あー、正解です。イエーイ今日の2問目正解はチンアナゴでした。では続いての問題です。すごい。京都府木津川市かりんさん。これはでももうクラゲさんじゃないですか。ねえ、もうそれにしか見えない。なんか誰か作った正解はクラゲ以外だったら許さないよクラゲですよね。よかった。あ、火星人の可能性もある。いや、でも凡人の私にはクラゲにしか見えませんでした。1日目、これいきますあ、やめたやだやだ。じゃあ海外サンタさん、海外バージョンということでちょっとやだあやっぱ持ちますね。ほうほうほう、メリークリスマスちょっとねえ
ひどすぎません？ちょっと言うじゃないですか。ちょっと待ってね。やだ、消えちゃった。ちょっと一番気まずいんですけど、本当にやめてください。やだ、私がいなくなっちゃった。でもこれ私のせいじゃないですよね。ねえ、本当にねえ、ひどいひどい、ちょっと本当にひどい、ひどすぎる。ちょっと本当に放送事故なんですけど、これはちょっとやだ。いや本当に言うんですよ、今回は私のせいじゃなくて、多分本当にスタッフさんのせいなんですけど、本当に許さない。絶対許さないんですけど、海外ではサンタさんのイラストの横にほうほうほうって書いてあるんです。どういう意味かわからないですけど。だってサンタさんのモノマネなんかきっとしたことないですよ、誰も。でもちょっと恥ずかしいので次行きましょう。ちょっとやだやだ、ちょっとダメダメ。